お疲れ様です。しのきくん、最近連絡がないなぁ、ということですけども、別に連絡をね、しろということじゃないんですよ。まあ、ただ私はね、毎日毎日、しのきくんのことを考えながら生きているかなってことですよね。まあ、何か困ったことはないかなとかね、何か社会の矛盾に苦しんでないかなとか、あと一歩で手の届かない、まあ、そんなね、目標が、今、しのきくんの目の前にあって、 一つのね、青春の悩みになってはいないかなとかね、いろいろ思いますね。なんかこう考えていくと、本当にね、息子をもんばかる親父みたいな気持ちなんですけども、まあでも無理はないですよね。まあ親子ほど歳が離れてるという表現はありますけども、まあそういうふうな感覚がないわけでもないかなと思います。まあいずれにしましても、この社会、ビジネスの世界の中で、まあ何かね、先を行く者としてね、あの、やっぱりこう恐縮ながら、 せ、うん僭越ながらねお伝えできることがあるとするとやっぱりいつも基本に立ち返ることだと思います常に基本に立ち返ることだと思います基本を逸脱して応用が必要なことってのは実はあんまりなくてですねいつも例えば目の前の人に丁寧に接するとかね笑顔を忘れないとか清潔にしているとか元気でいることとか全部基本じゃないですかで腹の中に辛さとか惨めさは隠していくもんなんですよで、顔はいつも相手の方に向けてね この目の前の人をどうやったら幸せにできるだろうか。目の前の人に尽くすためには何をすればいいんだろうか。そして、その狭間で揺り動く自分の正義っていうのはどっかに置き忘れていないかなっていうことですよね。うん、やっぱこう、いろいろ思うことは、しのきにもあると思うし、これからも自分のその、矜持、いわゆる誇りですよね。そこがどこに向かうのかっていうことに、まあ、萌え苦しむ時期もあると思うんですが、やっぱりいつもね、あの、 誠実でいたいっていうことと勇気を持っていることこの二つを剣と盾にしてねこの世界を乗り切ってもらいたいと思います誠実と勇気ですよ勇気という武器そして誠実という守りの盾この二つを持っていくことだと思いますあのやっぱりね勇気っていうのは誠実さがなければ単なる無謀とかね人を傷つけるだけの武器攻撃の武器になってしまうんですよ 私の言う武器っていうのは相手を癒すすための武器ですね、うん、それを使えば使うほど相手が血を流すんじゃなくて血を止めてあげれるようなねまあそういうふうなサービスを提供してもらいたいなと思いますえそしてねビジネスをする上ではやっぱり商品が大事になってきますので商品を持つことそれは自分の商品かもしれないし誰か他の人に託された会社の商品かもしれないですよね でもその商品を広げることによって、広げることによって、きっとその商品で癒される人が見つかると思うんですよ。そのためにも、集客をすること、発信をすること、いろんな方との縁をつなぐこと、これは常にやっていくことだと思います。もう私みたいに隠居してしまえばね、人脈が広がるっていうよりも、どんどん縮んでいく方なんで、<laughs> 残り少ない人と濃くやっていくっていうふうなフェーズには入るんですけども、しのき君はまだまだそのフェーズは来ないんで、あの、やっぱりね、あと10年ぐらいは広げまくっていただきたいと思います。 そして、三つ目の重要な要素としては、やっぱりセールスをすることですかね。この商品を売ることによって、目の前の人は自分によって豊かに幸せになるっていうことを、信じていくことじゃないかなと思います。そしてもう一つね、自分がこの人に売らなければ、他のポンコツ商品をこの人は捕まされる。だから自分が売ってあげるんだと。この人から他のポンコツ商品にお金を払わなくていいように、自分の商品にお金を払ってもらうんだ。 っていうふうにすすることだとだ思うんですよ自分が売り込みをかけて自分との契約が成立したら他のポンコツ商品は買わずに済むからねっていう風うな考え方ですよねそのぐらい自分が売ってあげることはこの目の前の人を救うことなんだっていうふうに感じてあげることじゃないかなと思いますですんでね売ったら終わりみたいなこととか商品買った人から何かね問い合わせがあったら面倒くさいとかねブロックするとかね恫喝するとかねそんなの最悪だなと <laughs> っていうことですよ 自分が正しくても自分が悪くなくてもあすいませんそうだったんですよねっていうふうに相手の思いを受け入れてあげることからスタートするそれが誠実であることだと思います椎名樹くんはその誠実さそして勇気も両方とも持っているんですよねまあ椎名樹えばいつも言いますけどももうちょっと運を味方につけた方がいいと思う運を味方につけるためには何をすればいいかというとねこれね本当に基本に忠実になることなんですよ笑顔でいること元気でいることそして目の前の人の 幸せを考えてあげること。まあ、これに尽きるのかなと思いますよね。はい。まあ、運を操る方法っていうのはね、私もマスターしてあげてはありません。ただ、今のところ、あ、俺は運がいいなと思って生きてます。ね、どんなことも、いつも運がいいなと思うわけですよ。まあ、ですんでね、の之君にお伝えできる運を自分に向ける方法としては、運がいい人と付き合うことじゃないかなと思いますよね。運が悪い人とか、運を届ける人とは、 あまり円を持たない方がいいのかなってところですね。はい、じゃあ今回は以上です。頑張ってね。